素晴らしい。ありがとうございます。ぜひちょっと、まあ、あのカメラに向かって一言。一言。めちゃくちゃ。ここに来てあげるから。一言。そうですね。その感じは。とても嬉しいです。トーンが低いんですけど。出れるよ。マイクマイク。次の時にもっといいトークしてもらう。もう一つあるから。だって今日3つぐらい賞があったけど。そうですね。じゃあ続きまして、ルーキーチャンピオンリストバンド。そんなちっちゃいんだって。僕らも思った。ブランドチャンピオンの差をつけない。ブランド取ってもらう。ということでこれ初めて、まあ、今までの人たちにもちょっと装着する機会を作ってもらうんだけども。まあ、今日は届いたということで、はい、これを腕につけてもらいます。どっちこっちがいいかな。おいールーキーチャンピオン、どうですか。嬉しいです。嬉しいよ。嬉しいです。嬉しいよね。嬉しいです。びっくりです。でもね、あれだよね、すごい頑張ってるしね。ね、頑張ります。でも何より応援してみんなね、教えてくれるみんなのおかげだよね。はい、皆様のおかげです。はい、そういうことで。お疲れ様でした。最高の準備です。本当に会いたくてしょうがなかったんでね、みんなすごい。長い間すごくなんていうのかな、地道に真面目に努力して積み上げてたのをすごく知ったから、それがなんかすごく形になって、みんな自信に満ち溢れて、新しいね新人さんもすごい活躍して、だから最高。なんか今まで横浜どのぐらい、7年ぐらいね、中で最高のみんなの笑顔を見れたんで、すごく楽しみなのと、
あと予算達成率とかでも逆に営業所のトップだもんね。逆にこれから引っ張っていくっていうぐらいのチームをすごく作れてるし、なんか一丸となってるってのをすごく感じたんで、ぜひね、フメネの看板営業所として、走るぐらいの実力をすごく持ってるんで、頑張ってたくさん稼いで、がっつりボーナスも取って、しまくって頑張ります。そのために今日本当にね、高田さんね、キングリーダーね、で本当の高田さんも大好きなんだけど、まあ、自分の売り上げもさることながらだけど、すごくやっぱり全体のことを、このサムネは全体のみんなが儲かって楽しくなるっていうことをすごく考えてくれてるリーダーなんで、いろんなファミリー会、止めないファミリー会ありますね。ファミリー会ってあるんで、はい、飲み会もあるし、ね、100万円ぐらい取ってるけど、30万ぐらいあれに使ってるからね。みんなの飲み会とかに使うぐらいのこの何？誕生を使わないです。誕生使わない。ホッタンで。ホッタンで。ばっかり言ってるから。そうなんだ。誕生は使わない。そうなんだ。そこそこですよ、そこそこです。だからまあ今日はまずぜひね、高田さんにみんなでぜひ感謝。佐古くん代表して。佐古くんなんか言ってないで。そうですね、まあちょっと一日同行させていただいて、まあちょっとすごくたくさんの刺激をもらって、まあまたちょっと頑張ろう。気持ちが でも何よりちょっともうずっと YouTube で見てて、動画を一緒にしたいなと思ってて、うん、まあ、実現して、まあ、すごい楽しい時間を過ごせたんで、それだけで十分満足でした。楽しい時間ありがとうございました。よいしょ。部長がゲンチャリで来るって僕さっき言ってて、ここで ETC が ETC つけるとか言う。もう高速ETC わかったかな。そんな言ってねえし。わかったかな。ぜひいろんな部活を皆さん自発的に始めて、ある程度の規模になったら会社の方でもいろんな活動資金出して公式にするんで、本当にみんながいろんな遊びでするんってすごい大事だから、それは本当に現場発信でやってください。ということで、そのまま最後に高田さんに一言締めてもらって終わりにしましょう。酔っ払っちゃって。愛情する。明日から、明日は違う。月曜から。